ご視聴ありがとうございます。本日はですね、2018年4月15日に、公開しました質問コーナー募集開始のお知らせ過去募集編っていう動画を出したと思うんですけど、その、回答編でございます。はい、本日は2018年4月22日日曜日でございます。はい、昨日ね締め切ったんですけど、まあ、募集の、質問数がですね 1,2,3,4,5,6,7,8 ですかね、8個届いている、だいぶ少ないけど、まあ8個届いておりました。では質問コーナーね、早速答えていきたいと思います。では行きましょう。まず一つ目の質問、特急スワロー赤木さん、関東に来たら一番乗ってみたい路線はどの路線ですか、ということで、関東に行ったらですね、京浜東北線、根岸線、京浜東北線、根岸線に乗ってみたいですね。はい、まあ、あの、なんていうの、色が好きなんですよ、京浜東北線の車体カラー E233 の、車体カラーが好きで、はい、で、京浜東北線、根岸線に乗ってみたいです、ということで。はい、では次の質問、ハッチ取ったらいいんですかね、まあいつもの呼び方 E233K0番台さん、今度行ってみたいところはありますか。行ってみたいところ、まあ行ったことあるんですけど、東京駅とあと、品川駅ですかね。まあ品川駅は行ったことないんですけど、東京駅と品川駅で動画を撮ってみたいですね。またね、普通に到着とかの動画を撮ってみたいです。次の質問、エクスプレス in 京都支社 JR 西日本環球さん、北北線って乗ったことありますか。その次に、あと東京に来たら行ってみたいと場所とかありますか、ということで、北北線は乗ったことあります。うん、よく乗ってます、北北線は。新潟駅とか行って、うん、その帰りに厳備新幹線によく乗るんですけど、14時2分発の、今ちょっと時間わかんないですけど、14時2分ぐらいの、時のやつで越後湯沢まで行って、そっからまあ直江津まで戻ってくる時に、あ、直江津からまあ他のところも行くんですけど、直江津戻ってきた時に北北線をよく使います。でその次の、あと東京に行ってみたら行きたい、行ってみたい場所は、ですね、やっぱ上の質問と同じですかね、行ってみたい場所、まあ東京なんですけど、東京駅と品川駅に行きたいですね。鉄道チャンネル新潟さん、今度行ってみたい駅ってありますか。まあ3つぐらいあるんですけど、1つ目がやっぱり新潟駅に行ってみたいですね。一つ目は新潟駅です。新潟駅はですね、新しくなりましたよね。4月の何日でしたっけ、覚えてないんですけど、4月の14日、15日でしたっけに新しくなったので行ってみたいと思います。で、2番目がですね、やっぱ東京駅と、まあ、第3が品川です。はい。あ、でも大阪も行ってみたいですね。その次、まあ同じく鉄道チャンネル新潟さん、鉄道チャンネル新潟の印象はどうですか、ということで、あー、そっか、どうだろうね、まあ鉄道仲間ってことにしていきましょう。次、ウッシーチャンネルさん、磐越西線には行かれたことありますか。ないですね、磐越西線は。乗ってみたいですね。磐越西線って、あの、列車の本数が少ないじゃないですか。だからちょっと乗りづらいんですよ。まだ日帰りじゃないとダメなんで、はい。なんで、今度乗ってみたいですね。磐越西線は乗ってみたいっていうことにしておきましょう。はい、磐越物語号とか乗ってみたいですね。その次、C チャンネルさん。もう見れなくなった国鉄型車両で見てみたかった車両はありますか。
国鉄型車両は、どうだろうな。650、165系とか、国鉄型ですよね。はい、国鉄型の車両に乗ってみたいのは、165系です。あれ ?165 だっけ?今、ちょっと写真載っけときます。左下の方に写真載っけとくんで、こちらの資料です。形式を忘れちゃいました。すいませんね。次、MTK ランキング付けお願いします。3でいいのかな。ディズニーかユニバどっち派？はてな。ディズニーも1回しか行ったことなくて、ユニバなんて0回ですからね。どうしよう。まあ、どっち派って言われたら、行ったことのあるディズニーですかね。ユニバはね、いつだろう。次は、いつ行くんだろうな。まあ、近々行くかもしれないです。はい。なので、今のところディズニーです。では、今回はこの8つの質問を答えてみました。では、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と動画への高評価をぜひお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。